点灯してる？ついてる？なんか点灯してない。そう FRK、 え黒い黒いしてない。黒い、あ多分点灯してないんだこれ。ついてないだから多分。あついてないんだこれ。もう一回言ってるボタンのあれ、うん、うん、黄色中止、黄色中止ね。と話すタイム黄色中止。皆さんこんにちは、デトネーションフォーカスミのエビです。セロスです。今日は GTune 様の GTune E7 というノート PC を使って Keep Talking Nobody Explode をプレイしていきたいと思います。セロスさん知ってますかこのゲーム。やったことはないけど、まあちょっと見たことあるぐらいの知識ですかね。なるほど、はい、ちなみに僕も少しだけならやりました。まあ30分ぐらいですけど。お、まあ、というわけで今日はこちらやっていきましょう。はい、プレイを始める前に今回使用するノート PC を紹介させていただくと、 GTune E7 はリフレッシュレート 144Hz 対応、第11世代 CPU 搭載のハイスペックで、なんとこれ1台でゲームが楽しめるゲーミングノート PC となっています。これ画面もかなり大きいんで結構快適にゲームできそうですね。どうですかエビさん。僕もそう思います。はいはい、そして詳細なスペックはこんな感じです。概要欄にも詳細ページの URL を貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、爆弾解除やっていきましょうか。はい、行きましょう。はい、というわけで、これからはちょっとだけゲームについて紹介します。Keep Talking Nobody Explode は、簡単に言うと爆弾処理担当と分析担当に分かれて時間内に爆弾を解除するゲームです。分析担当は手元の爆弾解除マニュアルを見て、爆弾処理担当に解除方法を伝えます。爆弾解除担当はゲーム画面を見て指示通り爆弾を解除するべく操作するんですが、なかなか一筋縄ではいかないんですよね。まあ、とりあえずね、習うより慣れようってことで早速プレイしてみようと思います。今回のチーム負けはセロスさんと僕、セロスエビ VS ギスモユタポンとなっております。はい、じゃあやっていきましょう。セロスさんどこまで画面進んでますか。大丈夫ですか。今爆弾フリープレイモッドメニューを選べますいやあ、そう、じゃあもう、爆弾処理の方進めてもらっていいですか。爆弾じゃあスタート。はい、じゃあセロさんまずは、爆弾についてる、何が爆弾についてるか教えてください。左上から。まだ暗い。あ、 OK、 わかった。何が、うん、まあまあ左上からじゃなくて、やじゃあ何がついてるか、まず何の形 の、 つあの爆弾がついてるか。何の形の爆弾、まあ、あ爆弾じゃ解除しないといけないモジュールが、ついてるか。ひし形の青、緑、赤、黄色。ちょっと待って、青、緑。はい、で、次は？あと、文字4つ。文字4つ、はい、次は？あと、日本語6つ。日本語6つ、はい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 。あと、白色の中止ボタン。はい、了解、了解、OK、OK。じゃあ、まず、文字4つからやっていきましょうか。文字4つ、順番に左上から、左上、右上、左下、右下で教えて。文字4つ、左上。あ、そういうことか。まず、著作権マークの C。著作権マークの C、はい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 。あと、なんか魔法の杖みたいな感じのハテナ。左下。はい、はい。左下ね。はい、はい、はい、はい。で、右上が、これなんだろう。豚のケツ。かわいい。豚のケツ？尻尾じゃなくて？あ、尻尾かな。尻尾かも。はい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 、はい、で右下がこれなんだろう、 X の真ん中に I がある。あー、了解了解。まず C から押して著作権マークの C、はい、豚の尻尾、はい、X、はい、でおお早い。おお、じゃあ次は、次なんだっけ、ひし形、あ、じゃあ4つのボタン、4つのボタン、じゃあ4つのボタン、はい、絶対押さないで、絶対押さないで、まず。はい、絶対押しません、もう二度と。押さないで、いや、マジで。押した方がいい。1レカのボタンが点滅してません、ボタンの。黄色ね。はい、黄色。あ、でもね、シリアルナンバーに、シリアルナンバー探して、あと。
TE0WD8 シリアルナンバーに母音が含まれてる？母音？はい、うん、含まれてる。 OK で黄色ね。はい、緑押して。はい、でも押すなって言われたけど。いや1個だけ、1個、あ、押していた。ブー、え、ダメ？ブーブーっつってなんかね、点滅した、よくわかんない。オッケー、オッケー、あー、ね、あ、オッケー、成功だ、これ、多分。ゆっくり、ゆっくり、成功、成功。何が光った？緑、黄色。あ、黄色、緑ってなってる、今。黄色、緑、光った？じゃあ、次、黄色押して。あ、待って、ごめん。は？黄色、緑、あ、待って。あ、オッケー、オッケー、オッケー、リセット、リセット、リセット。次、今、何光ってる？黄色、緑って点滅してる、順番。今も、うん、今もずっと今も、黄色緑はちょっと待って、あと2分、赤を押して青を押して、赤を押した後に青、1回ずつ。はい、やりました。はい、次何光った？黄色緑青、赤青緑クリックして順番で。はい、しました。最後は何光った？黄色緑青緑、赤青緑青で押して。はい、押しました。多分クリアしたはず。え、黄色青緑、え、なんか最後何が光った？赤、あ、ごめん。じゃあ赤青緑青黄色、あ、クリアです。次何？次、日本語6つ。日本語6つ、はい、日本語6つね。なお残り時間。何が書いてある、まずテキストに。大きい方じゃない。あ、いや、大きい方、ディスプレイ、一番上の。表示。大きい方。表示？はい、表示ね。右下押して。あ、待って。右下？ちょ、待って。待って。待って、右下、待って待って。なお残り10秒となっております。足事故ない。待って、爆発した。6つ文字があるな。無理だってこれ、マジで。いや、難しすぎるって。足事故、頑張ったね、これ。どやばいよ、マジで。どうにかしないから。指示が遅い。全然情報が来ない。やってみろ、お前が。お前がやってみろ。ああ、本当に難しいんだ、これ。ちょっと意外と操作時間を、操作量多いですね。そうだね。あの、なんか、ひし形のやつめっちゃ押された。びっくりした。いつでも行けます。行っていいですか？あ、大丈夫でしょう。じゃあ、ぬるりと行っていいですか？はい。スタート。はい。何がありますか？まだまだ教えてください。暗いです。あ、暗いですか？見えない、何も。え、これクリックしたよね。左上からあの、はい、パックマンみたいなゲーム。パックマン、はい、で、パックマンがもう分かんないんだけど。パックマンが分かんない。黒い画面にあの 四角い青のが並んでる画面で、いくつかに丸がついてたり、四角が白くなってたり、三角があったりする。あ、説明下手だ、これ。これもう分かんないね、俺。ちなみにダメだ。パックマンが分かんなくて終わった。次、真ん中上段が、さっき左上にあった文字4つ。あ、それからいこうじゃ。はい、左上、右上、左下、右下の順で教えて。豚の尻尾左上、右上欲しい、左下漢字の入り、右下ハテナみたいなやつ、魔法の杖。豚の尻尾が何？リットルの左側をめっちゃ縦に伸ばしたみたいな。で、右上は？右上が星。星。左下が漢字の入れるみたいなやつ。漢字の入れる？はい。出入りの入り。で、右下が魔法の杖みたいな。はてな。もう全然伝わってこないわ。え？俺悪いんかな？俺が悪いんかな？星って。いや、もう雑魚だ。星は星型です。ああ、星でしょ？はい。中は黒い？中は、空洞白ですね。外枠だけ。もう一回言って。左上から。左上から。豚の尻尾。豚の尻尾、星。
で漢字の入れるみたいな記号で、右下がさっきセロさんがやったら魔法の杖みたいなハテナ。ケツじゃないんでしょ、尻尾でしょ。はい、尻尾は何、ケツじゃないんでしょ。あのリットルの小文字のリットルの左側をめっちゃ上に伸ばしたみたいな、半円にしたみたいな形の。とりあえずそれ押してみてじゃあ。はーい。お、光って緑。お、成功。成功。欲しい。入れる。あともう一個なんて言った。はあ、欲しい。欲しいじゃない。ま、魔法の杖。魔法の杖。はい。入れる。星の順で押してじゃあ。はい、あ、OK です。クリア。もう次は。次さっきのインパックマン飛ばして右上が。文字盤が数字が4つ並んでて、一番上に別で大きい数字が出てますね。あ、じゃあそれやりましょう。はい、でかい数字が2で、下が3421。左から2番目を押してください。はい、押しました。次が2134、上に2番目を押してください。左から、はい。1234、上4。1234で上が4です。1234一番右。出る出る。2134で2。2134。2番目押してください。はい、え、バツ。バツ。あれ、バツ。1342で3になりました。3番目押してください。はい、あ、これそういうことか。日本語が。3214で4。もう一回同じ場所なんだけど、数字忘れちゃった。数字で同じ場所ってことですか。1回目と同じ場所を押すの。まあ、1回目と同じ場所を押した。あ、分かりました。あれ一番映ってたか。ああ、ダメだ。いや、バックマンが伝わんないから、どっちにしようダメだって。豚の尻尾がさ、意味わかんないだろ、こいつ。だってさ、さっき俺の説明したやつと同じ文章で違う記号なんだもん。あ、そうなの？ん？豚の尻尾ってそういう意味じゃないですよ。パックマン伝わんなかったのもびっくりした。パックマン、どっちのわかんない。でも結構パックマンでしょ、セロさん。豚ポンスライドして、いや、パックマンはマジで見た目パックマンなんだけど、パックマンがマニュアル側でどうやって表示されてるかが。あ、これパックマン。これマジで見た目パックマンだった。はい、というわけで、今のはもちろん練習だったんですけれども、今から本番をね、始めていきたいと思います。そしてね、今回はちょっと本番ということで、ペアも変えてですね、エビギスモと、ユタセロで対決したいと思います。ギスモさんよろしくお願いしますね、これは。お願いします。はい、胸を借りて頑張ろうと思います。はい、というわけでじゃあやっていきますか。早速いつか始めちゃってちょっと待ってください。待って待ってはスタート。はい、はい、スタート。さっさと爆発させちゃいましょう。はい、まず左上から何があるか教えてください。爆弾を。まだ暗い。はい、了解です。暗いよ、行きます。はい、え、暗い暗い暗い。左上から文字盤4つ、はい、で真ん中上がなんかコンテナみたいななんもないですね。で右上が赤い中止ボタン、はい、で左下がコード、はい、で右下が起爆、はい、書いてある白いボタンですね。はい、押したら、あ、ワイヤーからやっていきましょう。はい、ワイヤー何本？6本ですね。6本。色は上から黒、はい、黄色、青、黄色、赤、青。黄色があるね。待って、はい、シリアルナンバーの最後の数字を見て。シリアルナンバー側面でしたっけ。うん、奇数かどうか教えて。奇数です。 1、 1、はい、1は奇数だよね。はい、じゃあまず3番目のワイヤー切って。はい、上から3番目でいいですか。ああ、はい、え、赤いです。え、赤になりました。クリア。いや、してない。してないです。いや、赤は、え、黄色いワイヤーが、あ、俺間違えてた。あ、はい、黄色いワイヤー何本ある？2本です、2本。2本、赤いワイヤーある？赤いワイヤー1本あります。ちょっと待って。なければあれ、これ4本目来て。4本目、はい、上から4本目ですよね。はい、はい、成功。
はい、よし、次。モジュールボタン。ボタンに何が書いてあるっけ？パネルボタンですか？うん。右上が赤で中止。右下が白ボタンで起爆。はい、右上が赤で中止。中止、はい、ちょっと待って。はい。はいはいはい。中止どこだ？え？ちょっと待って。もボタンの色は？ボタンの色何？赤です。中止は。赤？赤。赤に白文字ですね。パス。これパス。次、はい、次何ある？文字4つとギリシャ文字4つと右下に白ボタンの起爆。あ、ギリシャ文字は行きましょう。はい、はい、教えて左上から。左上からカタカナのキーを左右反転させた。はい、了解。で、右上が数字の6に近い形。はい。で、左下が N を反転させて上になんか輪っか、後ろの輪っかみたいなのつけた。了解。で、右下が、なんて言ったらいいんだろうな。Y の縦棒を I にしたみたいな感じですかね。Y の縦棒を。Y の縦棒を I にした。トライデントみたいな。トライデントみたいな。あ、OKOK。じゃあ、はい、6、キー、はい、トライデント、N。成功です。はい、了解。で、次は何だっけ？あとボタン2つ、ね、あと裏面ないそれ裏面あ裏面ありましたあそうなんですね、okay. はい裏面はまたワイヤーとあと文字盤4つですねワイヤー教えてワイヤーは何本ある、まず6本6本で、色は黒赤黄色青黄色は1本黄色は2本ですはい、めっちゃプルプルしてる赤いワイヤーある赤いワイヤーあります4本目はい成功成功 OK で文字盤が4つ文字盤4つ左上からニコちゃんマーク目と舌ついてる、うん、で右上が数字の3に尻尾となんか触覚ついてる OK 了解分かった、はい、次で左上が B みたいな形で右下がトライデント、はいトライデントニコちゃんマーク B、3はい成功です OK 画面終わりですね多分もう一回戻ってじゃあはいあと何分あと23秒中止と起爆ボタン、はい、中止と起爆はい色は何だっけ中止が赤起爆が白なるはやで赤起爆しようカウントダウンタイマーに1がどこでもいいから表示されてる時に話して言われた時1秒したいや超反応したらこれ裏あるの初見ゴールしよう0.001でさいけたやん爆発したもしかして爆発しましたあ死んだマジかそっか6モジュールかいやそう6モジュールって言ってたから絶対なんか足りてないなと思って売りや何悲しくなっちゃいましたまあ4つクリアしたよでも俺らいやでもこれ多分裏あるの分かってたらクリアできたんじゃないですか最初から確かに確かにいや無理無理絶対無理お前らじゃできないよ何できた方むしろ今なんか煽られてないちなみにこれどっちが悪かったですかそっちかどっちだろうなまあなんかワイヤーのところ怪しかったからエビくんかなあよかったよかったいや何じゃあ僕の勝ちってこと先般探すなよ先般をそういうゲームじゃないってそういうゲームじゃないのそういうゲームじゃないですか協力してるマジで意味がわからんかったボタンはいいきまーすスタート頑張れーあーちゃんと親しいし来るかな報告する側も問題あるんだよなこういうのなんかまず画面くらい画面くらいじゃあもう終わりだ爆発させよ左上がワイヤーでワイヤーからやりましょうじゃあ、はいはい、何本ありますか6はい黄色いワイヤー1他のワイヤー白いワイヤーあるない赤いワイヤー赤2本、青2本、黒1 4本目切ってはい、クリアです次右上、青色の起爆と黄色の中止ボタン後にしよう
裏面いくか。裏面がワイヤーと文字盤4つ2つ。文字盤やろう。はい。文字盤が左上がニコちゃんマーク、右上がこれ何？あべ、これ説明できねえ。なんか、これさっき説明か。これなんて言うんだ？飛ばしていいよ。なんかと左下の B、右下 C にドットついてる。C にドット？はい。それがわかんないな。まあニコちゃんマーク。はい。B。はい。C。はい。残ったやつ。おお、できました。じゃあ文字盤もう一個あるんで。はい。漢字の入り。はい。うちは。はい。あと C の反転にドットつき。はい。あと雷マークみたいな。雷マーク。N っぽい。N っぽい。うちは、はい、ED、はい、雷、はい、クリアです。残り、はい、ワイヤーが6本。6本、はい。拾いようよ？ない。ない。シリアルナンバーの数字は？796GZ7。一番最後、7。な奇数か、3本目。はい。クリアです。早っ。早っ。ボタン行きます。やばいやばいやばい。負けたな。やばい。やばいやばいやばい。青木枠黄色中止。青木枠黄、ちょっと待って。青木枠ね、一つは、はい。青木枠ちょっと待って。なんかボタンのとこ難しいんですか？さっきエビさんもめっちゃ考えたし。意味わからん、これ。バッテリーってある？バッテリーどこにある？そこに爆弾の。炭酸電池が2本ついてます。炭酸ですか本当にこれ。で右側面にでかい電池、単一が1個と炭酸が4つはもう起爆って書いてあるんでしょ。ああもう押してすぐ離してクリア。おお、ついよ。やばいって。中止が黄色。行こう。中止が黄色。FRK っていう書いてあるのある。FRK 黒色 の, でバッテリーがたくさんあるんでしょ。うん。点灯してる？ついてる？なんか点灯してない。その FRK。黒いしてない。黒い。あ、多分点灯してないんだこれ。ついてないだから多分。あ、ついてないんだ。これもう一回言ってる。ボタンのある。うん。うん、黄色中止？黄色中止ね。話すタイム黄色。ボタン押し続けて、ずっと押してて、ちょっと。はい、ホールド。あ、赤く光った。赤く光った。うん。赤い場合はカウントダウンタイマーに位置が表示されてるときに話してください。話しました。おお、クリアー。はあ、これ決まったな。決まった。これで先般が、うわ先般はエビギスモッとなりました。おめでとう。これかな。でもだってそうでしょ、もう組み合わせで決まったじゃん。ああ。やっぱいいね、効率いいね。まずワイヤー何本とかいう無駄な質問がなかった。あと思ったんですよ、ワイヤー上から何って聞かれて答えてんのに黒ある聞かれるから意味ねえなと思って。そう、確かに。それマジで効率よかった。もうさ、ピコンの聞き方マジで早かったな、うん、あーマジでギスモがよ、本当に。俺ギスモがよ、あーギスモがよ。練習で一勝、まあ本番で一勝いっぱいいったね。俺は。じゃあ俺2勝だ。ゼロ2のやつがいるらしいぞ。ゼロ2のやついるよ。じゃあゼロ2のやつが全般でしょこれ一番。はい、というわけでね、今日のゲームの感想いかがでしたでしょうか皆さん。個性が出ていいねこのゲーム意外と。正直読み上げるなんてみんな一緒だろって思ってるけど、やってみたらまあ差が出ましたね。はい、いやなんか思ったよりもなんかいる情報いらない情報が思ってたのと違ったんで、もうちょっとうまくやれたかなっていう。なんか場所位置関係あんまり関係なかったり、パネルのああ、いろんなことも結構喋っちゃったんで、
まあ、2回目があったら余裕ですかねっていう。次は3回目でお前2回やったもん。もう2回やったお前。爆弾のモジュールを説明する側結構なんか簡単だと思ってたんですけど、まあちょっと人によって意外と入ってくる情報が違って難易度が相当変わったんで、まあ、爆弾のそのモジュール説明する側も結構難しさもあるのかなとちょっと思いましたね。まあちょっと2回目はちょっとやりやすかった可能性が高い。1回目誰だ誰だ誰だとだけ言っておきます。ありがとうございます。1回目知らない人いるかな。02のやつがいるし。いやー皆さんの個性が出てね、本当に楽しかったと思います。今回使用したパソコンの詳細はね概要欄に記載しているのでぜひチェックしてみてください。それじゃあまた皆さんお会いしましょう。さよなら。手を振って。さよなら。はい、ということでね、爆弾解除してみました。今回使用したノートパソコンの詳細は概要欄に書いてありますのでぜひチェックしてみてください。それじゃあまた皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。